ハノアキさんが、ヤガミママはもう登場しませんが、と、ネタバレツイートされていたのですけど、本当なのかなくるみの婚約で思い出したのですが、柏木くんは元気でしょうか前と別れてから4年ですか今は、副操縦士でしょうかパイロット、機長になるまでの過程は詳しくないですが、大手航空会社の場合、地上勤務が、 1>, 1年から2年程度あり地上勤務が終わると副操縦士を目指すための訓練があるそうです。5年ぐらいはかかるみたいなのでまだ副操縦士にも慣れていないかもしれませんね。副操縦士になった後は機長になるために必要な資格定期運送用操縦士免許の取得を目指し10年間ほど経験と訓練を積み 航空局の基調昇格試験に合格すれば基調になれるそうです。国際線の基調だともっと難しいのかなあれこれは航空会社の自社養成パイロットとして採用された場合でした。航空学校を経由していればもっと早いのかもしれませんね。知らんけど。とりあえず柏木君は。 険しい道を進んでいると想像します。本来なら前も進んでいた道ですね。ドラマにしたら堅苦しくて面白くなさそう。パイロットを諦めてよかったかもと思ってしまいますね。そういえば前に片思いだった吉田くん。この先大どんでん返しで思いが叶うことはあるのでしょうかないでしょうね。 第85話のあらすじです。舞が夕飯の支度をしていると、めぐみさんが家に届いた郵便物を持って帰宅する。その郵便物には、バンバから、五島での釣りフェスタのチラシと手紙が届いていた。手紙を読んだ舞は、バンバに電話をし、自分がお父ちゃんの夢だった、航空機の部品作りに挑戦していることを報告する。それに対し バンバも、後島での島おこしを頑張ると答え、お互いを励まし合う。